トモの小部屋ようこそ。さあということで、ね、うん、今週もオリプロよろしくお願いします。よろしくお願いします。オリプロは、はい、まあ姉妹プロゴルファーじゃないですか。そうです、はい。でもこれまあいつも聞いてるんですけど、うん、その姉妹でやるからこその難しさとか葛藤とかないんですか。うん、なんかちっちゃい時はやっぱり、うん。 周りの方に、まあ、これは多分定説だと思うんですけど、うん、妹の方が活躍しやすいみたいな、うん、本に書いてあるみたいなことを結構言われたことがあってうん,、うん、なんか「お姉ちゃん頑張らないと」みたいなそうなんだと思ってうん、うん、っていうことをずっと思いながらやってましたでもプロになってからは、うん、なんか結構いい刺激の方が多いのかなって思ってます比べられますもんねうでもねね、はい、周りは言うし、ね、でもあれなんですよね、はい、史上二目の姉妹 優勝そうなんですよでもあれですよね柄本さんもプレッシャーあったでしょうねまだやっぱり勝ってないっていうのはあったと思いますねなんかプロになってから8年ぐらいやっぱりかかってたので優勝まで7年かなやっぱで結構負けちゃって2位になることも多くてもうやっぱり優勝無理なのかなみたいな葛藤してる姿も見てたのでやっぱ嬉しかったですねでもどうですか自分が優勝その試合の優勝争ってる時と 妹が優勝争ってる時の緊張感どうでしたか？うん、もう妹の方が百倍ありました。<laughs> もう私でもどうしても自分で見たくって、うん、あのー見に行ったんですよ。うん、優勝争いのなもうん、もうそんな時になってなんかもプレーオフするんですよ。うん、だからどうしようと思って <laughs> <laughs> ダメだ負けちゃうと思って <laughs> でも本当に勝つ瞬間までもうずーっと緊張してましたね。<laughs> 私の方が多分。恐 <laughs> の中で戦っていく上でまあ。 僕もアスリートでそうですけど、うん、やっぱ一番大事なのは何ですかええー、難しい。佐藤さんです、何でしたか僕はもう、はい、絶対的な自信と、負けたくないっていう気持ちですね。う<わ>もうでもそうなると、うん、それがあるから、練習めちゃくちゃするようになるんですよ。うん、僕は本当は練習あんまり好きじゃないんですよ。だって正直、やらなくても上手くなれるんだったら、やりたくないですよね。 あんな時間かけてもう本当にしんどいことを地道に <laughs>、まあ、もちろんそうですね、はい、楽して良くなれるならだから,だから99%苦労じゃないですかうです、ね、もう苦痛でしかないですよね,そう,ですねうまくいかないで修正してっていう、うん、1> で1%幸せにためだけに99%頑張るじゃないですか、うん、その忍耐力は勝ちたいことと自分に自信があることがなかったら無理ですよね、うんうん、いやでも本当そうだと思いますそうですねでも自分と向き合うことですかね、うん、そういう意味ではやっぱりその厳しい練習の中でも やっぱり、逃げたくなったりするんですけど、いつも自分と向き合うこと、自分から逃げないことっていうのをやっぱ大事にして、うん、なんか自分との対話じゃないですけど、頑張りたいなっていつも思って、日々取り組んでます。はい、永遠です,すもんねいや。永遠だと思います。自分に勝てないと勝てないですしね。そうですね。うん、本当そう思います。うん、さあ、ということで、今日、最後の一言です。2>, <laughs> 2位じゃダメなんです。どうでし